キツネ、スイちゃんの妹のレンです。というわけで、大たぬき女子系実チャンネル様のパクオマージュ動画になります。動物キャラということもあって、今回はレンが司会進行を務めさせていただきますが、コチトラ 2D 画像のペラペラキャラのため、再現性は過去最低となっておりますこと、お詫び申し上げます。今回取り上げるのは、彗星のごとく現れた超新星、偽本こと自称本物のユタボン氏です。彼のことを知らない人へ簡単に説明させていただくと、ユタボン氏の悪い部分と良い部分が分裂した、良い部分の方です。ドラゴンボールでいうところの神様とピッコロということです。偽本は四字熟語という魔風馬を使うことでピッコロ大魔王、さらにはその子供のマジュニアのアカウントを封じることに成功しました。そんな偽本氏の最新動向を追っていきたいと思います。このチャンネルはまさに今炎上している話題について世間の声をまとめています。もし気に入りましたら、チャンネル登録、また視聴者の皆さんのご意見もいただけると嬉しいです。それではどうぞ。さて、そんなに偽本氏に迷惑系ツイッターエズマ粒子が絡んできました。ユタボン見直したぞ。どうやらこの時点でヘズマ氏はユタボン氏ではなくて偽本氏だということに気づいてないようです。まあヘズマ氏のことですから、分かってて茶番劇を繰り広げてる可能性もありますが、知らんけど。一応知らなかったということで話を進めましょう。これに対して偽本が反応します。消えろカス。なんとも見事な先制攻撃です。しかしそんなことではひるまないヘズマ氏も反撃に出ます。このガキ舐めるなよ。皆さんご存知でしょうか、ツイッターとはつぶやきという意味であって、罵るとか吠えるとかいう意味は含みません。そしてここに魔風馬から解き放たれたユタボン氏が一言、ヘズマッチ、そいつは偽物や、騙されたらあかん。茶番臭さ満載の展開ですが、改めて茶番ではないことを前提に話を進めましょう。ここでレンから3つのツッコミどころがあります。まず1つ目、学校に行くユタボン氏を見直すの。多くの人がご存知の通り、学校は雪足の天敵であり、不登校はユタボン氏の代名詞です。そしてこのユタボン氏の長い YouTuber 歴の中でも、ここまでエンタメを理解した一大スペクタクルな行動があったでしょうか。いや、ない。そんな目の前に広がっている砂漠のオアシスのようなエンタメを、たったこれだけのツイートで終わらせようとするところ、やはり炎上系でもやらないと知名度が上がらないわけですね。ちなみにヘズマ氏は偽本氏を見直したと言ってました。偽本氏はヘズマ氏を見下したと思ってると思います。2つ目、このガキ舐めるなよってなんやねん。仮にも友達でしょうよ、おかしいと思いなさいよ。どこの世界に何の脈絡もなく唐突に消えろカスなんていう友達がいるのよ。いや、ヘズマ氏の友達ならいそうだなと思いつつ、一般的にはこのやりとりで相手の様子がおかしいと思えない時点で、友達としての関係もわっつらだけの希薄な関係であることがわかりますね。最後3つ目、ユタボン氏はこの一言だけ言うために鍵を開けたの。そんなのいちいち鍵開けないで、ヘズマ氏だけに言えばよいだけじゃん。というか、言わないで泳がせておいた方が、偽本氏対ヘズマ氏の面白茶番劇がまだ見れたかもしれないじゃん。という感じで、ユタボン氏もヘズマ氏同様、炎上系でもしないと知名度が上がらないのは、この辺りのエンタメ性で分かっちゃいますね。ということで、これら一連の流れの国民の声を聞いていきましょう。まずはヘズマ氏から。ユタボンは変わったんや、お前さんも変わる時や。あなたは自分を見つめ直してみてください。見直したってことは、今までずっとユタボンは学校に行った方がいいって思っていたということですかね。ユタボン見直したぞからの爆笑コメント希望します。無理なら別にいいけど、少し期待してます。しっかりユタボン見習え、人生は勉強や。続いて偽本氏。あかん、さすがに笑った。こいつ相手なら誹謗中傷に見えないの。草、さすが本物、お父さんの口癖を完コピ。インプレッション数、いいね数、リツイート数が本物より全然上やな。いや、これが本物か。実に愉快、まるでネット上のネズミ小僧だな。今度はヘズマの根性を叩き直してくれ。最後にユタボン氏。本物になりすまして注意喚起を行う偽物発見。偽物どうのこうのしてる暇があるなら、ツイッターに問い合わせした方が良いですよ。あらま、そんなことツイートするためにわざわざ鍵外したの。赤毛アイコンくん、今はヘズマを信じて1対1にさせましょう。乱入は良くないよ、横から入るとよそからうるさく言われますよ。人生の冒険者として様子見るべきです。こんな感じで、この3人で戦うと偽本氏が一強になってしまいますね。ツイートの反応が一方的すぎて笑えます。ところで、頭雪屋の頭雪屋している頭雪屋は引きこもって何をやってるんですかね。こんな良質のエンタメが繰り広げられてるんだから、鍵かけて引きこもってないで得意のアンチ砲打てばいいのに。このタイミングでだんまりなのが頭雪屋なんでしょうね。オマージュ動画は結構大変なので、今日の動画はちょっと短いですが、この辺りで。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。